それでは計算基礎学1の第9回の授業を始めたいと思います。前回の第8回のまとめです。前回は拡張ユークリッド誤助法の性質を一つ紹介しまして、それから拡張ユークリッド誤助法の応用として方逆元の計算の問題を扱いました。で、今回の授業ではその拡張ユークリッドの誤助法の性質についてまた別な紹介性質を紹介しまして、それから後半では拡張ユークリッド誤助法の応用として実数の連分数展開について説明したいと思います。テキストはその際はですね、 4.13 節となりますので、後ほどまた紹介します。さて、まずですね、その拡張ユークリッド誤助法の性質にはいくつかありますので、今日はそのまた別な面からですね、紹介していきたいと思います。で、この定理はですね、テキストの方には載っていないので、一応第9回目で紹介する1個目の定理ということで、定理括弧9の1というふうに便宜上の番号をつけておきました。で、問題設定は今までと大体一緒でして、F と G を整数としまして、それから、F が G 以上で F と G も非負の整数とします。で、この F と G に対して乗用付きの除算に対しによってですね、このラムダ0以上のラムダに対して、この R1 から R ラムダ R ラムダプラス1、それから Q1 から Q ラムダをそのユークリッドの誤助法および拡張ユークリッドの誤助法と同様に定めます。で、あと S0 から S ラムダプラス1と T0 から T ラムダプラス1は拡張ユークリッド誤助法と同様に定めます。ですので、RI、そしてですね、RI、QI の定義っていうのは前も前回、前々回のようなスライドと同じような形でこういう式で定義していくということになるわけです。で、それからあと、SI、TI についても、これも前回のスライド資料とですね、同じようにこう定義していきます。ここまでが問題設定ですね。で、ここからが定理の主張なんですけれども、この時次が成り立つということで、まず、A として、i が0からラムダプラス1に対して、ti かける ti プラス1が0以下、すなわちこれは隣り合う続く番号の ti と ti プラス1っていうのは必ず異符号になるということを言っています。0なければ異符号になるということを言っています。それから、ti の絶対値はですね、ti プラス1の絶対値以下であるということで、この ti の絶対値は、増加ですね、講義の単調増加をすると。それから、i が0からラムダに対して、si と si プラス1も0以下ということですから、これも si と si プラス1は、0でなければ符号が変わると。あと SI の絶対値とに対して SI プラス1の絶対値の方が等しいかより大きくなるということを言っています。これが A ですね。それから B の項目は、i が0からラムダプラス1に対して R の i マイナス1かける TI の絶対値が A 以下かつ R の i マイナス1かける SI が B 以下と、そういう評価ができると。というのが今回示す、紹介する性質です。一応、その証明をですね、一通り紹介していきたいと思います。で、まず A の方なんですけれども、これは機能法を使って示します。で、TI に関してですね、まず TI に関しては、i が0のときは明らかですね、t の0が、t の0が0で t の1が1ですから、不等式成り立つと。それから次に、その0から i に対して主張が成り立つと仮定します。で、そうしますと、その次にこの ti プラス1というのを考えるわけですね。ti マイナス t の i マイナス1マイナス ti かける qi というのを考えるんですけれども、これに対して、そのまず機能法の仮定から t の i マイナス1と ti は異なる符号を持っていて、かつ ti の絶対値が ti マイナス1の絶対値と等しいかより大きいということが成り立つわけですね。そのことから、その、
ti プラス1はこの式で決めていたんですけれども、これを絶対値で評価すると、ti プラス1の絶対値というのが ti マイナス1の絶対値プラス ti の絶対値かける qi の絶対値ということになって、これはまあ、ti の絶対値と等しいかより大きいというふうに下から押さえることができるようですね。で、かつ、その、ti プラス1の符号は ti の符号と逆になることもわかります。ということで、まあ、このようにしてまず示すこと、ti について、主張、a の主張を示すことができまして、あと si の場合も同様にして示されますけれども、まあ、木の方は i から、が i イコール1から始める点に注意します。で、次に、b の性質ですね。もう一回振り返りますと、b の性質は、r の i マイナス1かける ti の絶対値が a 以下、かつ r の i マイナス1かける si が b 以下という性質なんですけど、まず、ai の方の性質をから見て、証明していきたいと思います。まず、まあ、確定ユークリッドのご助法で得られるですね、この a かける s マイナス、s の i マイナス1プラス b かける t の i マイナス1イコール r の i マイナス1の、まあ、両辺を ti 倍したものを1式と置きまして、でそれから、今度は i に関する等式ですね、a かける s の i プラス b かける t の i イコール ri、まあ、両辺を t の i マイナス1倍した式を2式としておきます。そして、2式、1式の両辺から、まあ、2式の両辺をそれぞれ引くわけですね。で、まあ、計算しますと、a かける s の i マイナス 1ti マイナス s の i かける ti マイナス1イコール tirri マイナス1マイナス t の i マイナス 1ri となりますけれども、まあ、ちょっとこの辺は後で皆さんでですね、各自計算して確かめてもらえるといいと思うんですけれども、まずこういう等式が成り立つんですが、ここで気をつけるのは、この si、左辺の si マイナス 1ti マイナス si ti マイナス1というのが実はマイナス1の i マイナス1乗になるっていうんですね。でこれは、以前の授業でこういう性質が成り立つってことを紹介しましたけれども、これ定理 4の25っていうところにあります。で、まあ、これを使うと、そのまず、ti かける r の i マイナス1マイナス t の i マイナス1かける ri が、まあ、プラスマイナスの a のいずれかに等しいということはまず言えます。で、ここでですね、その先ほど の定理の主張 a からですね、この ti と ti マイナス1がその異なる符号 を持つということを使うとですね、この、まあ、この tiRi マイナス1マイナス ti マイナス Ri の絶対値を評価するんですが、これがその ti と ti マイナス1が異なる符号を持つということを使うと、これが ti の絶対値かける r の i マイナス1プラス ti マイナス1の絶対値かける ri という形で評価することができて、で、これは ti かける ti の絶対値かける r マイナス1になんかこの正のものが加わっていますから、左辺の方は。そうすると、まあ、ti かける r の i マイナス1よりまあ大きいということが言えます。なんで、これ、そうか、今 a は皮膚としてますので、これ、左辺は a イコールという形になるわけですね。で、この不等式で、a がですね、t の i の絶対値かける r マイナス1と等しいかそれより大きいという評価ができます。で、si に対しても同様に示すことができる、できますので、まあ、そこはまた各自で確かめてみてください。まず、このような性質を今回紹介しましたが、ここまで質問などありますでしょうか。はい、じゃあそれでは次に参りましょう。